出雲からはるばる今日の水木しげる記念館リニューアルオープンにお招きをいただきまして、喜んで汗参じてまいりました。本当に本日はおめでとうございます。また改めまして水木先生、ご卒業本当におめでとうございます。心からお祝いを申し上げたいと思います。なお水木先生には今島根県、古事記編纂1300年、今年の7月から神話博島根というのを開催する予定でございますが、一連の神話にちなんだ取り組みの中で、先生には神話の新しい漫画をお願いして、近々発表なされているので楽しみにしております。ありがとうございました。実はこの境港水木しげるロード、それから私どもの出雲大社、山陰の観光地として多くの皆さんに訪れていただいておりますが、この出雲大社を訪れる観光客の中で約2割の皆さんが必ずこの水木しげるロードを訪れる、まあ逆でもおそらくそういう数字が出るだろうと思います。北郎空港へ降り立った観光客の中の半分以上の皆さんが出雲の方へ観光に来ていただいている。また縁結び空港へ降り立った観光客の皆さんの多くがまたこちらを訪れる、そういう意味でこの山陰の観光地境港と出雲はがっちりと手を組んで、これからさらにその交流を強固なものにしようということで、かねてから中村市長さんとはそういうお話をしていたところでございます。この4月から中海新宿県の5つの市が一緒に共同事業を取り組もうということで、スタートする予定としておりますが、その中のメインの事業が観光交流事業でございます。そして産業振興、そしてもう一つが中海新宿の我々の貴重な財産であるこの治水庫を守ろうという意味で環境、この3つをテーマにこれから一緒に、事業を取り組んでいこうと思っているところでございます。皆さん長い間日本という国は太平洋側がだけが繁栄を謳歌してまいりました。いよいよこの日本海の方にも順番が回ってきたという考えいたします。北東アジア、アジアが世界の経済の中心になった今、中海新宿周辺のこの県域全体が一つの目標に向かってがっちりと手を組んで全国に世界に発信していきたい、まあ、そういう思いでございます。そういった中で今日のこの水木しげる記念館リニューアルオープン、たくさんの皆様がお越しいただいて盛大にお祝いされ、これからますます多くの皆さんに訪れていただくということでございます。お互い出雲と境港とがっちりと手を組んでこの観光事業を一緒に推進していきたいと思っております。そのことがこの地域全体の発展につながるものと信じているところでございます。平井知事さんにもご協力いただいて、ぜひこの山陰、特にこの中海新宿県から世界に発信できる地域づくりのために一緒に頑張ってまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は本当におめでとうございます。